なんで逃げるんだってばよ。サスケ、さっきより速い。なんか動き回ったら超変な気分に。どうして僕はこんな場所にいるの？酒、単に酔っているだけか。くそ、チャクラが足らねえ。チョコ一杯でそうでしたから、もし酒瓶全部の酒を飲んだとし、無敵の強さというわけか。水剣使いか、初めて見るな。お前のせいだ。変則的すぎる。ここだ。動きが読めない。仕方ない。すぐにその酔いを覚まさせてやろう。酔ってなんかねえ。だいたい僕は未成年だ。これが僕の月経限界。そうそう遠くへは逃げきれなかったみてえだな。限界だ、動けねえ。どうやら僕は酔ってたみたいですね。なんという硬さだ。それなら、前のアスマ閃光の時みたく。俺の上着。行きますよ。シノモン、カイモン、カイオポテレンゲ。大したスピードだ。だが終わった。限界だ。これ以上。死ね。もらった。なんだ。何者だ。砂の忍びだ。まだ酔ってるんでしょうか。決戦団。指先の骨を飛ばしたのですか。俺とやった時はもっとスピードとキレがあったが。よく言ってくれます。しかしまた何で君は。裏切り者の砂と仲直りしたってのは聞いたが、こうも早く手のひらを返すとはな。ところでお前、頭のキレ悪くなったんじゃねえか。悪いがギブアップはできねえよ。大かまいたちの術。うちにとっては天敵だな、あの女。クグツ人間。三人一緒にここへ近づいてたよな。てめえら弱えじゃん。バカ野郎、こいつら半端じゃねえぜ。後ろだ。気をつけろ。こいつら体の中に入って融合してくるぞ。って、こいつ。どうしたサゴン。こいつも人形。いってえな。油断しちまった。ちょい体で休ませてくれ。腹の傷も癒えた。チャクラの残りは少ねえが、ここは一旦引いて。なめるな。うわあ！
撃。キリキリ舞い。キル。どう？終わったわよ。強引なやつ。こいつうちの母ちゃんより怖え女だな。俺がやる。君はバックアップお願いします。今のお前じゃどうにもならない。砂漠のその名の通り砂を使う。こいつ接近戦タイプではないな。決戦だ。相手は動きに無駄がない。砂漠のガーラ、間抜けな通りなど砂がなければ何もできない。芸がない。砂漠のガーラ、通りなは伊達じゃありませんね。砂漠曹操。あいつを見ている。あの男を思い出す。内葉サスケ。そんな目だ。サスケ、サスケ、どうしちまったんだよおめってば。暗闇は嫌いじゃない。暗闇は僕が育った場所。何か悪いことをしたの？ミマロ、お前を使う時が。そう、戦うこと。それが今の僕にできる唯一のこと。そんな。地形そのものを変えてしまうなんて。砂漠体操。僕と戦った時よりさらに強くなってる。しつこいやつだ。お待ちなさい。せいぜい楽しませてもらおうぜ。戦わなければ生きてはいけないということも理解できた。ただ当てどなくさまよい歩いた。生きてることに意味なんてないのよ。さあ行きましょう。何です、あれは。強ザメだ。相手は彼だけじゃない。僕もいるんです。邪魔な砂だ。最強硬化した最高絶対防御死角の盾。大丈夫です、破られるわけが。硬いな。その得意の術、決定限界だな。かぐや一族。一族最後の一人か。全てを手に入れましょう。そしてこの世の真理を一緒に見るのよ。あなたは私の夢の器。期待してるわよ。オロチマル様の野望の一部を担った存在として。オロチマルの洗脳。これで最後だ。なんてチャクラの量だ。大したやつだ。地中200メートルまで沈め、閉じ込める。サワラビの舞。イライラするわ。どんな邪魔が入ったとしても、
君マロに勝てる奴はいませんよ。助かりました。すみません、オロチマル様。生きてることに意味なんてない。生き続けることで面白いことを見つけられるかも。僕はこの世の真理を見つけるんだ、オロチマル様と共に。洗脳ではない。お前らに何がわかる。死んでる。